清水さん山口に勝って2位岩田と勝ち点2差、久々に、山原レオンが怪我から復帰でスタメン。なんと、山原選手の出場試合の勝利は昨シーズン、8月14日ガンバ戦以来1年ぶりでして、試合後みんなにいじられていました。昨年は声出し禁止でできなかった念願の勝ちロコもかなって嬉しそうでした。3連勝は、中田一蔵プレイヤーディベロップメントコーチ就任効果全くも、あ、そうなんだ。施設周囲町田リベンジして自動昇格打ちをするぞーということで、ウディさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、大事な時期だもんねこれね。山原さんお帰りなさいだね、これだね。お帰りなさいだね。1年ぶりは嬉しいね。ね、でもね、まさん、もう山原レオンはね、そこに、そこに、もっとですよ。早く、青いユニフォームを着てもらうけど。青いユニフォーム、どういうことでしょう。侍ブルー着れる存在だと思う。びっくりした、ジュビローのこと言ってるのと。怒られますよ。大変危ない発言になれるところでしたけども。濃い方の青ですね。そうですね。ああ、そうですか。代表の左サイドバック務めてもおかしくないですから。そうですか。ええ。これは嬉しいことですね。いやー、清水もね、いろいろありましたけども。はい。今や、声ですよ。そうだね。ね、ちょっとだから、自動昇格権争いは、静岡決戦ですね、これはね。結局やっぱり自力の、みたいな出てくるんですね、これ、ね。すごいねー。まだまだわかりませんがね、これね。はい。あ、グレモルの日常ちゃんが来てくれてますよ。あ、来週は町田さんのデータ覆しますよ。ファイヤーファイヤーファイヤー。あ、てことで、まずはちょっと一個告知していいですか。はい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 。ちょっとグレモル君からさっき連絡が来ましてですね。あら、グレモルちゃん。金曜日21時からグレモル君のチャンネルに私出てきます。あ、はい、すごい。なんで、あの、このゼルツクデータマンの私、ノーミルク佐藤がですね。あ、そうか、町田戦の前だから。そう、清水対町田のプレビューをグレモル君と共にやらせていただきたいと思いますので。いやー、はい、ありがとう、グレモル君。よろしくね。てかね、あの、私、うん、あの、僕らのところに出ていただきましたからね、うん、やっぱりね。そういうことよ。のみちゃんをよろしくね、はい、うちののみちゃん。行ってまいります。よろしくお願いします。皆さん見てください。見てくださいよ。グレモルの日常のチャンネル登録もね、お願いしますよ。お願いしまーす、はいはい。清水の心さんからもいただいております。ゆいとがいなくなって、ゆいとが、乾先生が累積に襲名のリーチになっておりますが、トップ下できる選手来ないかと心配なところで、贅沢な悩み。贅沢ね。こういうこと言い出すから、ね、うん、リッチは。でもね、うん、北川荒野で大丈夫じゃないかなとも思いました。北川荒野がいるんでしょ。はい。怒られますよ、心さん。他のチームに。ね、金庫パンパンですよ、冷蔵庫パンパン。いや、そうなんだよな。まあ、お気持ちはわかりますけどもね。あとはね、いろんなタイプいるかなと思ってて、あの、次は町田戦なので、はい、あの、それこそ清水も町田と同じ、例えばなんだろうな、ツートップにするっていうのは僕はありじゃないかなと思ってて、はい、ティアゴ・サンタナとオセフンのツートップで挑む、で、それで高さ勝負でやっていくっていうのも手じゃないかなと思うから、はい、それも、あえてトップ下置かないっていうのもありなんじゃないかなと思いますけどね、一つ言うんであれば。やり方とすればですけどね。なるほど。はい、まあ、言うてもこれ昇格見えるところに位置してる。ちょっと前思えばね、そうだね、グレモル君がもうね、パルちゃんにすがりついて泣いてた頃思えばね。いいじゃないの。可愛いね、あの子ね。そうなんですよね。